ハット P-5 は、こと座の方角に約1100光年離れた位置にある12等級の構成である。太陽と同じく、スペクトル型が G 型の G 型主系列星である。太陽の1.16倍の質量と1.14倍の半径を持ち、誕生から26億年が経過しているとされている。しかし、2014年には質量を太陽の1.02倍、 半径を1.9倍、年齢を115億年とする研究結果も発表されている。2007年10月9日、ザ・ストロー・フィザックル・ジャーナル・レターズ誌に、ハット P-5 の周囲を公転する太陽系外惑星を発見したことを報じる論文が掲載された。この惑星は、木星の1.25倍の半径、木星とほぼ同じ質量を持つホットジュピターであると、された。 2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機会を提供する IAU100NM ExeWorlds プロジェクトにおいて、HATP-5 は、スロバキア共和国に割り当てられる、境外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、スロバキア国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ハット p 5は、チャソン、ハット p 5 b は、クララマックと命名された。チャソンは、古いスロバキア語で太陽を指す言葉。クララマックは、 古いスロバキア語で木星を指す言葉である。ありがとうございます。